どうううししして人類の歴史上に小説という文書形式が登場したんでしょうかこれを説明するある考え方があるので今回はこれについてお話しします今からお話しする考え方はフランス文学系の文学史の本の中にたびたび見られる考え方です、まあ、これが定説と呼んでいいものかどうかはさておき非常に面白い話なんですどうして歴史の中に小説というものが登場したのか 社会の規範一つの共同体の規範から逸脱した人たちが増えたからだこれがこの説の中核にある考え方です小説っていうものはヨーロッパから生まれたもの、えー、と正確に言うと近世近代のヨーロッパで生まれたものです 何が最初の小説なのかっていうのは小説あるのではっきりとどの時期に始まったっていうことは確定することができないんですが少なくとも今私たちが読んでいる小説っていうものの原型というのは近世や近代に作られたヨーロッパの文章が元になっているこれが小説であるわけです小説出現よりも前の時代のヨーロッパ世界においては 共同体、つまり一個一個の社会の中のルールというものはキリスト教のルールであり聖書のルールでありもっと正確に言うなら教会が定めたルールでしたいろんなトラブルが起こるわけですその度に聖書に代表されるようなひとまとまりのルールのセットこれを使って解決していく改修していくそういうサイクルが成立していたわけですね。 自分一人の中にだっていろんな悩みがあるわけです。もうちょっと難しい言い方をしたりするなら、実存の危機みたいな、そういうこともどんな時代でも絶対にあるわけですよね。そういう時には、神父に聞きに行く。そうすると、聖書に則っとった解決方法を話してくれる。こんな世界だった。でも、時代が下るにつれて、これは成立していかなくなる。宗教改革が起こって、まあ、その前後で大きな混乱が起こる。そうすると、聖書のルールに則っとった生き方ができない人たち。 はみ出出してていくく人たちが出てくるわけです自分の経験や自分の思考や人生そのものを今まで使っていたルールで解決できない回収できない今までのルールでは語れないようになっていくそうするともう月並みなルールへの価値っていうものがその人たちの中ではどんどん落ちていってしまう今までのルールでは今の自分の人生を語ることができないだから全く新しい言葉で考え方で 語っていく必要があるんだそういう時に生まれたのが小説でであったという考え方ですね今までのルールに従えなくなった人たち今までのルールから抜け出した人たちそういった人たちが自分で書かなきゃと思って書いた文章というのはそれまでの人たちが誰も見たことも聞いたこともないようなものになっていくんです。 小説の源流として有名な作品をもし2つ挙げるとするなら、フランスのルネサンス期の代表的な人物であるフランソワ・ラブレイのガルガンチュアとパンタグリュエルの物語、それからスペインのセルバンテス・ドン・キホーテ。ラブレイという人物は若い頃は修道院に入ってるんです。でもそこから抜け出して放浪の旅に出ている。 それからはキャリアを積んでいって医学博士号を取ってそして時の王様に出会うまでになっているんですがそういった人物であるにもかかわらずいやそういった人物だったからなのかもしれないんですが時の教会を規範して風刺する「ガルガンチュアとパンタグリュエルの物語」というものすごく長い小説を書いて発見処分を食らっているんです。 でそれからセルバンテスという人物はあまあ海軍で働いたり役人になったりしてるんですが複数回投獄されてる人物なんですよそんな風に今までの規範に従わずに生きてきた人たちが書いた文章というものが小説の源流にあると考えられているんですここまでの話を冷静に振り返ってみると私たちの常識と真反対のことを言っているということがわかります 私たちは普段面白い作品、まあ、それが小説にしろ、漫画にしろ、映画にしろ、ゲームにしろ、作者、中心となっている人物がいて、その人の才能や技術っていうものを使って面白い作品が出来上がっていくんだ。そんな風に考えています。でももしかすると、真実は逆かもしれません。小説、あるいはフィクションというものが、ルールから逸脱した人のドラマティックな、 冒険にあふれた物語を語らなければ成立しないものであるとしたらむしろ小説とかフィクションというものが作者に対してそういう物語を描けというふうに要求している要請しているそんなふうに考えることができます、まあ、今回は小説に限定しますが小説というものははぐれものを描くメディアなのであってそれ以外のものは実は描けないのだ。 というふうに考えることもできますそして私の今までの小説を読み書きしてきた経験からするとあ、これは原理の一つだなというふうに考えられるんですこの話まだまだ続くんですがこのタイミングで今の話が詳しく書かれている本を一冊紹介しておきます1966年に出版された文芸批評の本ブロック・ミシェル・ヌーボーロマン論です もともとは1963年に書かれた本なんですが、えー、まず普通の人は手に取らない本だと思います。現代文文学学をを研研究究ししてていいいいるる人人かフランスじゃななとまず手に取らないです、まあ、私なんかは文学とか芸術を理論から分析して読み解いていくということをしているのですっごい面白い本だなというふうに思うんですが、まあ、そんな人は珍しいので多分。 もう復刊されることもないんじゃないかなというふうには思いますね。この本の中の46ページから詳しい話が続いています。さあ、それはさておき、この話、どんどんティアを上げていきましょう。注目すべきポイント、その1小説出現以前のヨーロッパのフィクションと小説とでは内容はどんなふうに違っているでしょうか。違いの1つとして超自然的な力が主人公を助けてくれない。 支えてくれないといととうことがあります主人公は何かトラブルにぶつかった時自分自身の決断で自分自身の力でその物事をクリアしていかなきゃいけないこれは先ほどお話しした小説の成立事情と見事に対応しています注目すべきポイントその2先ほどお話ししたラブレーやセルバンテスといった人たちの時代はアメリカ発見以後正確に言うと コロンブスやアメリゴ・ベスプッチがアメリカ大陸の存在に気づいた後のことなんですつまり大航海時代のピークの後に小説というものは登場しているここではないどこかへ行きたい今すぐここから出て行きたいそういう気持ちが冒険と大航海時代の冒険とそして小説には共通しているのだそんな風に考えることもできます もうちょっとかっこつけて言うなら小説という文書形式は大航海時代の精神を気持ちを受け継いでいるのだそんなふうに言えなくもないと思いますちなみにもう少し時代は後に下ってロマン主義文学の最初の作品とか人間の主観を中心に描いたあ明白に近代の小説として最初の作品であるなんていうふうに言及されることもあるアベ・プレボーの「マノン・レスコー」という小説があります まあ男をとっかえひっかえして身を滅ぼしていく女性の話なんですが読んだことある人ならお分かりの通り主人公が最終的にどこに行くかアメリカに追放されるんですよねそしてそこで死ぬことになるマノン・レスコってそういう小説でしたそれじゃあここで話をまとめてみましょう小説という文書形式の底には次の3つの要素が横たわっていると言えます1つは小説の中の声 それは語り手の声かもしれないし、登場人物の声かもしれませんが、非常に弱々しい声になるということです。個人の、それもルールから外れた個人の声で語っているわけですから、括弧としたルールの上に立っていない。そういった人たちが発する新しい何かを手探りで探そうとするような声は、もろくて頼りない、そういった言葉になりがちです。え、それは何百年前の小説であっても、今日書かれる小説であっても、同じ傾向を持っています。 2つ目、けれども、小説の中に出てくる声は自由を求めます。そこで3つ目、したがって、小説という文書形式は、支配的な考え方であるとか、集団を維持しようとするような思想とは相いれない。これが小説が持っている少なくとも3つの根本的な働きというふうに考えられます。ここでもう一歩進んでみます。日本でではどううだったんでしょうか。 小説というものの読み書きが始まるのはもちろん近代化の後つまり明治になってからですいろんな人が書いてましたでもその中心にいたのは知識人男性たちでしたよく上がる名前としては森鴎外がいて夏目漱石がいてでそして双葉亭氏名がいて長井カ風だって、えー、海外に出ていったわけですねそういった作家たちにとって一番の課題というのは外つまり西洋諸国でした 日本という場所にずっといるんじゃなくって西洋という列強国たちが自分たちのところに来ている彼らの考え方というものをどういうふうに受け止めるべきか日本人はどういうふうにそれをキャッチするべきかそういうところでの格闘があったというのが、まあ、この明治から大正初めぐらいにかけたの日本文学の一番の課題だったわけです、まあ、大正時代に入ってくると日本の文学の世界では文学 イコール小説の文化圏ではもうちょっとシーカや批評というものが重要視されていくんだけれども日本において文学という分野ではもうイコール小説のことというような扱いになっていく、まあ、そういう時代であったわけですねじゃあ時代がもっと下っていって知識人男性が書いたのではない小説 外とどういうふうに関わるかという課題ではない別の課題を描いた小説というものがいつごろたくさん出回るようになったのかそして今はどんな状況であるのかえこんなところも気になる話ではあるんですが今回はしないことにしますその代わりにですね今度私が11月11日から始める新事業新サービス水星ブッククラブというサービスの中でこれ 解説動画でお話しします具体的には今年の芥川賞上半期を受賞した市川沙王の「ハンチバック」というこの小説この小説を解読する解説していく時にこの答えをお話しします。近代文学と現代文学の切り替わり点というのは一体どこにあったのかそれが具体的には一体どんな違いであったのか。 これを水星ブブッククラブという新サービスの水星ブッククラブというサービスについてはこの動画を公開したすぐ後に公開します新しいサービス水星ブッククラブを始めますという動画で詳しくお話ししていますところでこうして動画を撮るために私いろんなお話をしてきたんですが今考えると この水星読書クラブチャンネルで一番最初に扱った小説というのが阿部工房の箱男という小説なんですこれ今私が読み直したらまた違う読み方をするはずなんですこの小説が書かれたのは1973年この時の阿部工房は明らかに世界最先端の小説を書こうと努力していました でそれは私が見るには明らかにその10年から20年前にフランスで物議を醸していたヌーボーロマンとかアンチロマンと呼ばれるような実験小説を意識して書かれていた小説なんですがこの小説って社会から抜け出したくなった人たちドロップアウトしたくなった人たちを時にコミカルに時にサスペンソフルに描いているという小説なんです。ということは。 阿部工房は小説の原理先ほどお話しした小説の原理からついに逃れることができなかったんじゃないかというふうに読むこともできるでも一方では阿部工房ってものすごく才能のある人だから無意識に計らずも小説というものが持つ原理原則というものを抽象的に 抜き出して、そしてユーモラスに、そしてある意味では推理小説風に描くことができたんじゃないか。どちらも正しい考え方だと私は思っています。それじゃあ最後に、ここまで動画をご覧になった方は、今すぐにご自身の本棚を眺め直してみてください。そこにある小説のほとんどは、 組織や集団や社会、そして今までのルールや今までの常識といったものから、逸脱した人、逸脱したい人、そして逸脱せざるを得なかった人たちを描いているはずです。一度読んだ小説も、この動画を見た後でもう一度読み直してみれば、その風景は一変しているはずです。